こんにちは。GNP 文化振興財団です。前回の配信に続き、グラフィックデザイナーの中垣信夫さん、ファッションデザイナーの山形義和さん、デザイナーとして活躍する傍ら、学校を主催するお二人に、学びの場を作るというテーマでお話しいただきます。最終回となる今回は、お二人が考えるデザインの役割について伺います。学校やった理由はね、本当に勉強したいっていうのは大体学校出て 2,3 年してからね。いや、わかりますね、その気持ちも。 2,3 年して自分が足りないなとか、今なんかデザインで燃えてきたとか、そういう時に何か勉強する機会がどっかにあれば勉強したいなって人がいっぱいいるはずだというふうに思ったので、あとはみんなね、今ね、あのソフトを使ってパソコン使うとね、素人でもできちゃうんだよね。だけど習ったことないって言うと自信がないわけよ、みんなね、うん、なんか自分だけの自己流でちゃんと習ったことがないよっていう人が多くなっちゃってるから、そういう人にもやっぱり役に立つんじゃないかなっていうのが始めた理由だよね、うん、いずれにしろ若い人たちと何かやりたいんだよ僕はそれとやっぱりあれだよね、あのね、思想っていうのは一人でできるもんじゃねえんだよね。物の思想っていうのはやっぱり何人かが共有しないと思想にならない。そういう意味で、あのミームで習ったり、ある先生に親しくなって、あのその先生の近づいてることによって、その先生の影響を強く受けたりすると、そこでちょっと何人か広まってくると、一つの考え方が少し大きくなって思想的なものが育ってくるんだけど、それがね、個人個人だとみんなそれぞれ伸びるチャンスが少ないと思うんで、そういう意味でもやっぱり仲間同士、または先生と生徒のつながりって、ミームで、あの僕は学校やってるけど、その中で生徒のある人は、鈴木君にものすごく懐いて、ずっとその後あの教えを置いたり、その事務所にお勤めしたり、ある人は有山さんがすごく好きで、有山さんの教えを続けて、受けようとか、そういうふうな、やっぱ先輩から自分の好きな人からやっぱ影響を受けながら育っていくというのもすごく大事なことじゃないかな、うんうん、いや、まさしく本当にそこからも、ね、共有していくことだから、あなたなんかいろんなこと考えてても、学校やっててみんなと共有してることによって、はい、みんなも一つのなんかつながりみたいなものが出てくることによって、うんうんうん、新しい少し活動ができてるんだと思って、うん、もし学校やんないで一人で新しいデザインしても、うん、今ほど発言力がないかもしれないそうかもですね。なんか僕もそのクラスの場を一つのなんか楽器体っていうか、なんか、うん、あの演奏会みたいな感じで捉えてるようなところがあって、うん、でなんかそれぞれがこういろんな音流してて、その中にはなんかノイズのようなものもあるけど、それが一個一個こうあの共有してあって、うん、なんか理解し合って、なんかその時のなんか音がもなる、うん、それを共有しながら、まあ、それぞれの楽器をなんか磨くっていうか、なんかそういう意識が、まあ、理想的な形としてはありますね。だからうちの学校の特徴としてはね、共通講座っていうのがあるんですよ、はい、1回でも前にその受講した人が永遠にその共通講座を受けることができるの、無料で、うん、それは1回その年に来たらそれで終わりっていうのは嫌なのね、もうね、あずっといつまでも共有しながら育ってってもらいたい、うん、すごい仲間だっていう意識もあるし、はい、で先輩とか後輩がまたそこで流れるみたいな、うん、そうそう、うん、それって、ね、今年がそれができないんだよね。えそれどれぐらいおきにやるんですか、それ。え1年に4回とか、あ4回とか、うん、あいいですね、5回やってる、それなんかやりたいかなって思ってしだからそれ お互い同士そういうアイディアはいくらでも使っていいんだから、うん、あの参考にして、まあどういう形にしても続けられるのは続けてほしいなと思うね。僕は限界があるけれども、まだ若いからね、
ずっとできるしな、まだな。そうですね、長いですよね、うんうん、今これからちょっとやってみたいなっていうのは、うん、それこそ日本の職人さんとかがとも交流できる場とか時間を作りたいなと、うんうん、ですごい個々の学校自体はすごいクリエーションをやってるんですけど、うん、そういう子がまた職人熟練の技術を持った方々とかそういう歴史とか文化を、まあ、交わらせるような場にしていきたいなっていうのが、まあ、次のステップとしてはすごく思ってますね。で日本に戻ってきて気づきにくかったけど結局蓋開けたら実はすごい日本の職人さんとか技術者ってすごいレベルが高いっていう、うん、昔の食器をずっと今でも持ってたりとか世界中ではもうなくなってるものが日本にはあったとか、うん、なんかその古い衣服の研究だったりとかもうすごいですし、まあ、もちろんミシン自体の技術も昔からすごくあって今でも最先端な部分があるしとか染めの技術とかもすごいですし、だけどあんまりこうなんですか、ね、接点がこういうところではつけづらかったっていうか、なんかそういう、まあ、場とか機会を作るようなことができないかなっては思ってます、ね、うちはやってますね、そういうのを少しね、うん、紙すきの職人のところに行くとか、うん、それとか製本の会社にね行くとか、それから製本の密造の上島さんにも呼んで製本の事業をやるとか、うん、そういう活字の方ではなんだ和井工房の人に来てもらうとか、まあもちろん印刷の人は金の製本の人は来てもらってますけどね、一緒に事業をやってもらったりしてるんだけど、そういうふうなのは前からやっております、うん、それは、ね、すごく大事なことですよ、うん、まあ本当にいろんな日本の産地があるんで、うん、まあ、その産地東京だけではないつながりっていうのをどう、うん、まあ、ネットワークで作っていくかっていう、うん、去年ぐらいからちょっと始めてるのが山梨の富士吉田っていう、まあ、山梨県を軸に、まあ、東京からちょっと1時間半とか2時間弱で行けるようなところで、まあ、そこにもすごく本当に、まあ、職人さんが小さい規模ながらも結構おられるんで、うん、そういうとこと今一緒に取り組みを、うん、始めるというところもありますね、うん、やってるねデザインは、まあ、デザインって、まあ、広告系のデザインとそれから、まあ、エディトリアルやったりブックをデザインしてる人と大きく分けると2つの流れがあると思うんですよね。で、まあ、ミームはどちらかというと広告系じゃなくてそのブックデザインとかそういうような、デザインをやってる先生が多くて、一つは人間の知恵、人間の英知を次の世代にどういうふうに渡すかっていうのは本とかそういう、私たちの仕事だと思ってます。それで事業にもそれは言ってるかもしれないけど、それを広告の、コミュニケーションという言葉とそのエディトリアルでやってる、コミュニケーションの形をトランスミッションというふうに、それはフランスの思想家のレジス・ドブレという人が言い出した言葉で、人間の英知を時代を超えたり空間を超えたりして伝える、そういうふうに人間のその英知を残す次の世代にその自分たちの、文化を手渡す仕事が私たちの仕事であるっていう、そういうね経済とあまり関係ないかもしれないけれども、うん、そういう誇りを持たないとできないような、経済は回ってないんで、そういうね、それでしかもそれがとっても楽しいってこともみんな好きでやってる人が多いんだよね、そのブックデザインやったり、うん、ね、それとかまあそれ以外にもコミュニケーションで大事な、社会の中で生きてる道路標識とかいろいろそういう道しるべみたいなものもとか、そういうのもトランスミッションとつながっていると思うんですけども、それと広告っていうのは今はそのあまりにも経済に牛耳られてて、
ものを、そのものとは何かという前にものをただ売るっていうことばっかりに先走って、でもトランスミッションっていうのは逆にそれを止めるっていうさ、そういう運動もトランスミッションの大事な仕事にあるんじゃないかなっていう感じがして、まあ僕はそういうふうに社会の中の、人間とは何かから始まって、物とは何か、それで人間の英知、文明とは何かっていうことをひっくるめて今の仕事、私たちの仕事は大事なんだよ、コミュニケーションの一つの形で大事なんだよっていうのをみんなに知ってもらいたいなと思うからやってるんですね、僕はね。いいお話なるほど、それはそうですね。だからもう本当にだって まさしく聖書とかそうですよ ね、 ね、そうですね。聖書の、まあ、デザインというかそういうのをどう本当に次につなげていくかっていうので、うん、だからそういう中にその杉浦先生がやっているアジアの文化を守る、うん、そのインドの極彩色のあの文化っていうのはあれはもう絶対残したいですよね、うん、それでもう先が予想できるのは多分あれは消えるだろうという、うん、それぞれの国の民族意識がどんどん良くなって、言語もそうですよね、はい、今はもうなんか日本語で喋ってるかもしれないけど、うん、最後はもう英語になっちゃうんじゃないの。その前に機械が出て翻訳機がすごく発達したとしても、うん、やっぱり英語にはなってしまいそうなね、僕は気がするんですよね。ですからみんながね、同じものを食べて同じような洋服着て同じような生活をして同じように労働してっていうふうに、もう人間がね、生き方が均一化されてってね、なんか面白いものってなんだろうってことになっちゃう、そんなね寂しい将来が見えてくる。無駄も非常に大事なことかもしれない。まあファッションデザインっていう部分でいくと、僕が一番軸だなと思ってるところは人間像を提案するというか、人間にまず向き合って、その文化とか社会の中で新しいそういう、まあ、生き方と踏まえた人間像っていうことを、まあ、提案するっていうことなんじゃないかなと思っています。じゃあ人間と向き合うっていうのはどういうことかっていうと、それこそさっき中垣さんがおっしゃられたような、なんですかね、ちょっとダメな部分だったりとか、外れた部分だったりとか、バグな部分だったりするところをどうしっかりと内包していくかっていうか、それもありにしていくかっていうところが結構重要な役割だなと思っていて、先ほど中谷さんがおっしゃって、なんかどん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 、まあ、均一化していくっていうか、機械化していったりとか、人間らしさっていうか動物らしさみたいなところっていうのがどんどん、まあ、見えづらくなっていく中で、まあ、そこでもこぼれ落ちるそのなんか部分っていうこともしっかりこう受け止めるっていうか、守っていくようなことっていうのがすごく大事な役割なんじゃないかなと思ってて、なんですかね、あと僕すごく、あの例えば受講生が表現したことのその癖とかが出て、でだってその癖っていうのは本当は結構実は隠してて、でちょっとダメだと思ってる部分だったりするけど、ちょっとそれをなんか出してもらうと、逆にすっごいそれ見せてもらえると嬉しくなっちゃうみたいなところがあって、チャームポイントって思うこともある。なんか本来ちょっとなんかダメだダメだって言われてるところっていうのも、ちょっと角度変えたらチャームポイントだったりすることってすごくあるなと思っていて、受講生で何かしらこの、まあ、コンプレックスを抱いてたりとか、まあ、いろいろ抱えてる子とかも多いんですけど、まあ、個々の学校を通して、まあ、自分のルーツとか向き合って、ちゃんと自分のルーツをリスペクトすることができるようになって、で他の人たちのルーツもリスペクトできるようになってっていう、そういう工程を繰り返してて、次のステップに行ってもらえることが一番大事で、それが絶対社会的に何か役に立つかどうかっていうよりも、そっちの方が僕は重要かなと思ってます。生きる力っていうのを少しでもなんか自分で作り出すことに、僕も少しぐらい、少しなんだろう、関わっ、僕例えば、まあ、ここの学校とかそういうので、そういうメッセージが伝わればいいなっていうところはありますけどね。よく言うのが、ファッションを学んで必ずしもファッション業界に行かなくてもいいって思ってて、このファッションを通して他の例えば、まあ、医療現場だったりとか、教育現場だったりとか、行政とか、そういう
ところに行くことになってもいいなっていうふうに思っていて、個々の学校ってファッションの学校って一応行ってる部分もありますけど、ちゃんと自分のルーツと向き合って、自分がやりたくてできることで社会も求めてくれることっていうことを、なんか少しでもなんかそのヒントが見つかるような時間になればいいなっていうふうに思っていて、生きていく中でそのファッションってことを考えたことがなんか役に立っていけば嬉しいなっていう気持ちがありますね。なのであんまりファッションに固執してほしい、ベースしなくてもいいみたいな話はすごいしますね、うん、なのでだからそこの呪縛はできるだけ取りたいっていうかファッションを学ぶからこそ逆に何かこの大量に作る服ってことに対して疑問を持つとか、そういう風な考え方も生まれていってほしいというか、自然にあってほしいんで、そういうきっかけになればいいですね、うん、でそれで、まあ、理想としてるのはそうやって、例えば実際に本当に市役所で働かれる方とかいて、そこで一回じゃあ人が装うってことを考えた上での行政内で何か一つシステム的なことなのか企画的なことなのかで、まあ、出てきたりするかもしれないですし、なんかそういうこともすごく大事だと思ってます。でファッションっていうのは、まあ、人間がずっとこう猿からこう人間になってっていうところでのずっとなんか付き合ってきた媒体だと思うんで、うん、人間と一応向き合う媒体であるし、やっぱりその人とコミュニケーションする上でもやっぱり根源となっていくようなツールですよね。だから今後そのもう一回ちょっとファッションの役割っていうことを過去からもちょっともう一回掘り下げながら、まあ、未来にのキーワードが見つかっていけばいいなっては思ってます。今ね、地球をおかしくしてるっていうのはね、人間のその産業革命がおかしくしちゃったと思うんだよね、はい、物を作る動力を人間が発明しちゃったことが、要するに地球に生きている人間の数と物の量のバランスが崩れちゃったんだよね。機械って動力はね、いくら動かしても疲れないんだよね。だから洋服だろうが、商品だろうが本だろうが何だろうが、必要以上に物がどん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 できちゃう。手で作ったら大変だけど、機械でいくらでもできちゃう。これが人間の今の社会をおかしくしちゃってるんじゃないかと思うんだよね。そこになんかね、変な風に広告とか出てきて、流行を作らなければならないほど物を売らなきゃならない、そういう仕組みがね、産業革命によってできちゃったんだよね。今これから地球をどういう風に生き延びて人間が行くかっていうと、人間の生活に必要なものと人間の数とのバランスをどういう風に取っていく、そこはね、根本的にどうすべきかっていうことが、多分もうしばらくするうちに人間の知恵はそこを解決しないとやっていけないっていうことになると思います。もう持続可能な社会にどうやったらなれるかっていうことを考えた時に、本当の意味のファッションだろうがデザインだろうが、またもう一遍の人間のその一番必要な大事なものというのは復活できる。それから僕は物がみんな確立化して将来みんな同じ生活をして同じものを持つというのは、携帯電話のデザインね、あれみんなお弁当の薄べったいのみたいなのみんな持って、あれって本当にあれでいいの？さっき言ったミス・ファンデルローエの建物全部機能で押していったら薄べったいなんか四角い箱しかできないんだろうっていうのと同じようなね、なんかそういう人間らしさっていうのは、物と人間のバランス、または生きる楽しみ、そういうものを復活しないと将来人間って非常につまんない生き物になっちゃうなと思います。僕はね、親の世代からね、戦争で負けて何にもない地球、日本をもらったわけよね。うちの父親とかうちの上の兄貴とかそういうのが一生懸命働いてさ、こういう社会になっちゃったんだよね。
物にあふれた社会になっちゃった。ということは今若い人たちが次の世代はどうすべきだって早く気がつかないと、そのあなたたちの子供とか孫は非常に負債を抱えてね生きていかなきゃなんないから、若いうちに早くそういうことに対して目覚めて少しでも健全な、ね、方に行くっていうことにみんなで力を合わせる必要があるなと私は思っています。デザインに関わる学ぶし、それを表現していくっていうところでの社会的な難しさっていうか、その本当に変えながらもだけど前に進もうとするっていうところ、本当にこの社会課題っていうのの向き合い方の難しさっていうのは日々感じてますけどね。物が溢れてるって結構虚しいところあるよね。だからそんな中でも なぜ自分たちは表現するんだっていうところとか、もちろん表現しなくていいんじゃないっていうことも別に間違ってないですからね。そういうことも許容しながらも、まあ、そういう環境を作っていくっていう、なんか次の時代の大きな課題のは常に感じてますけどね。あのね、結構若い人たちそれ気がついてるんだけど実感としてあんまりないと思うんだよね。あの僕がそういうものに対して苦言語ですとかなんか喋るってやっぱ長いこと生きてたからね、ずっと時代が変わってきてこうなっちゃったなっていうのを見えるから、今こうじゃないのって答えがね自分なりに言えるんだけど、まだ学校卒業したばかりの若い人たちは希望にあふれてるからさ、そんな地球の将来のことについてとかどういうふうになった、どういうふうに、ね、変化したからどうなるだろうってとこまでね頭がもしかしたらあんまり回らないかなっていう感じもする。デザインってすごく豊かな社会するためにさデザインがあるんでさ、それはもう極端なこと言ったらもう日本中世界中の人がみんなデザイナーだってほしい、それはファッションもそう思うと思うんだよね。世界中の人がファッションに関心を持ったり、世界中の人がデザインに興味を持ったらこういう社会じゃなくなるかもしれない。もっと無駄のないあの社会になる可能性もあると思うよ。あまりにもそういうものに無関心だからむしろ今みたいな社会になって。だからね、うちの学校で地方の生徒大事にするのすごく。要するに、その人たちみんな国へ帰るでしょ、国でそういうデザイン活動をするとそういう理解の人が少しでも増えてもらいたいと思うから、あの地方から来てる人をすごく大事にします。地方にそういうデザインのレベルを上げることによってみんながデザインに興味を持つことによって日本中のそれぞれの人がデザインを分かるレベルであってほしいなと思うから、全員がデザイナーなんだよ。だからデザインというだから子供の時の小学校からデザイン教育っていうの授業であってもいいと、美術とはね。だからそのデザインの教育の中にファッションも入ってくるかもしれないし、建築も入ってくるかもしれないし、そういうことってデザインをみんなが理解するのは無駄がなくなるんじゃないの。ちょっと噛み締めながら聞いてましたね、お言葉を僕は。はい、なんだろう、ろくなこと言ってないんで、やっぱりその なんですかね、その中垣さんのこの立ち振る舞いなんだろうなとか思いながら、すごくこうそこに大事なところがあるんだなとか思いっていながらやっぱ感じてましたね。もちろん僕がね、あの何かできることがあればぜひもちろんご一緒したいですし、中井さんがやられてることは日本 のデザイン界にすごい大事なことだと思っているんで、はい、そうですね。ファッションの人と話した時にどうなのかなと思ったんだけど、そういう心配あんまりなくなったね、聞いてるうちに話した。それからまあ学校やるっていうのは立場上は ちょっと違うんだけど、それぞれやっぱり学校やるってのはそれなりの情熱がないとね、できないんで、僕は僕なりの情熱を持ってやってるけれども、彼は彼でね、なんとかあの若いからむしろ僕より熱いかもしれないし、そういう情熱をすごく感じたんで、まあこれからもそういう中で少しでも
役に立つようなことをねやってほしいなっていうふうに思います。ありがとうございます。できるだけ頑張りましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。今回の配信はいかがでしたでしょうか。3回にわたってお送りしてきた対談、お聞きいただきありがとうございます。京都 TTD ギャラリーの最新の展示、次回の配信、その他の情報については Twitter のアカウントがありますので、ぜひフォローしてチェックしていただければと思います。京都 TTD ギャラリー、またはアットマーク TTD アンダーバーギャラリーで検索お願いします。以上、 DNP 文化振興財団でした。